とうございます。そう、来てくださって皆様本当に楽しく本当に盛り上がったライブでした。ありがとうございます。もうね、声もカラッカラ、もう枯れて、枯れに枯れて、うん、はい。でもね、ほんと今日声出なくなってもいいやってぐらいだったんで、もう声枯れに枯れてますけれども、これはね、楽しかったって証拠で、ありがとうございます。うん、最高だったよ、ありがとう。声、マッカーシアとおだしがお城建ててくれた、ありがとう。じゃあみんなでお礼言いましょう。マッカーシアとおだし、ありがきゃする。ありがとうございます。ありがとうございます。メイクもすごいんですよ、見てください。顔にキラキラついてて、こんなのやったことないからめっちゃ嬉しかったです。うん、めっちゃ嬉しかった。そしてね、髪の毛もなんとエクステをつけて長くなりましたよ。髪の毛が、髪の毛も長くして、そう、昨日ショールームしたけど、その時もまあ長かったんですよね。髪の毛結んでたからみんな気づいてないかと思ったんだけど、長かったんですけど、もう誰にも気づかれなくて、今日まで過ごして、でも切ったよってなんか言うのを忘れてて、今日広めになっちゃったんですけど、そう、エクステをつけて、お高いエクステをつけて、うん、はい。ポニーテールめっちゃ良かった、だって、あら、高いんです。シュシュも良かった、そう、ポニーテールとシュシュ違和感なさすぎて途中まで傷がつくとかなった。マジ可愛かったで嬉しいです。髪の毛をねつけて2万ぐらいだって、いやいや倍以上ですよ、2万の。そう、え、てかメイク可愛くね、もったいない、やってもらったんですよ今日、メイク可愛いですよね。素晴らしいメイクをしていただきました。フォタワー当たった、あ、ごめん。タワーがなんか3本ぐらい立ってる。嘘。嘘タワー、これもしかして。嘘タワーかな。なんか嘘だよっていうタワーがいっぱいある。本物？うん、マジモンもあるよ、だって。え、わかんない、これ見分けがつかない。マジモンのタワー、マジモンタワー、あ、バディ、バディだけですか、バディ。ちょっとほんと声が、あ、バディ、ホア、あと一人、バディ、フォア、あ、バディ、フォアだけ、バディ、ありがとう、バディ、ありがとう、そしてフォア、ありがとう、ありがとうございます。嬉しいです。
ありがとう。おのどご自愛くださいだってね。明日も公演なんですけど10周年公演、明日で10周年、10年前の今日はそわそわしてたんですねね、もう10年も経ったって結構想像できない。うん、なんかあの日がお披露目の日とかが10年前って全然想像できない。ほんとマジで昨日のことのようで、10年って短いなって思いました。めっちゃ短かった、覚えてる、めっちゃ。今日は赤レンガ参加しました、ありがとう。10周年、そう、ロングヘア、いやー本当にね、今日楽しかったですわ。去年のお題リサイタルは楽しくて、去年で一番楽しかった出来事がお題リサイタルだったんですね、本当に。大リサイタルで、そう、もうこれ以上 AKB にいたとしてももうこれを超えるものがないと思えて、もう本当にガチで卒業しようと思えたんですけど、うん、そう。でもね、やっぱ歌って難しいですし、音楽ってめっちゃ難しいから、これからね、先どういう活動できるかね、わからないですしね、やっぱ売れてる売れてないとかが大事っていうか、それもねすごくいろんな左右されるから、そういうのもあって、本当にやりたいことができるかとか、そう、まあ、できないかとか、できるかできないかで全然わかんないですし、そう、でもやりたいようにやりたいっていうのは思いはあるので、うん、まあ、時間はかかると思いますけれども、そう、でも今のままでね、そのままバーンって、そう、いや今のままでやりますっていうのはちょっとなんかまだ全然実力とか、なんか積み重ねて AKB のメンバーたち積み重ねてきたけど、ちゃんと力はもっと積み重ねたいなって思うからそう、このまんまねスピーディーに行くのも自分としては違うし、ね、時間をかけてじっくりコトコトと煮込んで、そうやりたいなと思います。リサイタル参加してたった今無事帰宅しました。お、お疲れ様です。家に帰るまでがお題リサイタルですから、うん。路上ライブからやろうだって。え、まずもうギター弾けるようになんなきゃギターも習いたい。ギターも習います。リサイタル次はいつだって決まってないです。うん、まあ、自分はねこれが最後のお題リサイタルにしようと思ってたんですけど、やるときはスタッフさんにも最後のお題リサイタルにしたいですって言って、うん、そう、なんでかっていうと、やっぱねカバーとかばっかり、カバーしかやってないから、 AKB を卒業したら AKB の曲も歌わなくなるし、全曲カバーってなったらなんかそれはカバーライブだし、
自分の曲とかも作んないと、作るっていうかなんかそういうのもできてからちゃんと改めてライブをしたいから、その時はお題リサイタルって名前じゃなくて普通にライブっていう、そうお題リサイタルは今までそうやってきたカバーとか、そうそれすごく楽しかったけど、この先もどんどん続けていくってなったら今の感じだったらそうなんかもっとなんか違うやり方でやった方がいいのかなと思って、お題リサイタルを最後にしますって言ったら、なんかすごい事務所の方にもうやる気なくなったんだねってそうもうやる気なくなったんだって、もうこれで最後にするんだねみたいな、分かったみたいな、えみたいな伝わってない伝わってないんですねうん、そうってことでね、もうこれは最後と思ってねやってたけど、もう大リサイタルって結構いい名前で、うん、そういい名前だなって思うしね、ボリューム5とかやりたいですし、やりたいなって思っちゃったし、うん、ね、あの確かにグッズとかもあるからね、スタッフさん、毎回スタッフさんも本当によくしてくれて、めっちゃ優しくて、そうまた会いたいなって会いたいななんか会いたいっていうか、なんか一緒にお仕事できるようにまた頑張りたいなって思う。やっぱプロの方だからすごい、なんかすごい優しいですね。なんかそうまた一緒にお仕事したいなって思いますし、バンドメンバーの方もとてもね優しくて、とてもいい方々で、うん二人ロン毛だってそうベースの方とギターの方、田口さんと小川さんがねロン毛でロン毛そうドラムの方も私がなんか喋るたびにシャラーンって鳴らしてくれて、盛り上げてくれて、シンさんもねたくさんアレンジ考えてくれて、私は本当に何も音楽のこととか本当にわからないのに全部汲み取っていただく感じになっちゃったんですけど、なっちゃってるんですけど、毎回本当に分かんなくて、音楽のこととか汲み取っていただいて、音でね形にしてくださって本当にありがとうございます。ドラムの方指ハートくれただって、えそんなことしてたの後ろでそう優しくしてくださいました皆さん。しかもギターの方が田口さん、ギターの方がずっと岡村康之さん、私の大好きな、あの尊敬していてすごく大好きなアーティスト岡村康之さんのバンドでずっとやってるらしくて、それもめっちゃ嬉しかったです。自分の好きなアーティストさんのにいつもついているあのミュージシャンの方が私のライブについてくれるっていうのもめちゃくちゃ嬉しかったし、そうそう小川さんもベースの小川さんも最近は岡村康之さんのライブについてて、すっごいそうすごいねすごいんです、上がりますよね。だって好きなアーティストさんの演奏をしている、ライブで演奏している方と同じ方が
私のライブで演奏してくれてるってめっちゃ嬉しくないですか。そうだからそう嬉しすぎた。うん、冷静に絶対ライブ見に行く岡村康幸さんの。大リサイタルまたやってくださいだって。ありがとうございます、そんなこと言っていただき本当に。事務所の人の誤解まず解いてくださいそうですね、でも今の事務所だと音楽はやるのは難しいってそう常々言われているので、それを汲み取ってねくれてたのかなと思って、でもそうやってソロライブもねたくさんやらせていただいてね本当に感謝です。そう YK エージェントっていう事務所でソロライブとか結構定期的にやってる人は多分いないと思うんで、生バンドでだからね、その中でもこうやってね私はやりたいって言ったことをね実現させてくれているのは本当にうんありがたいですし、うん、またやりたいです。MC もちゃんとなんか今まで以上に喋れた気がする。ちゃんと自分が喋りたいってことをちゃんと言葉にできた気がする。うん、 MC まとまってた、あよかった。ね、写真集の宣伝もできたし、今日はねあの写真集の表紙が決まったということでライブに来てくださった皆さんにだけ限定公開させていただきました。そう散歩しながら考えてたんですよ、ちゃんとどんなこと喋るか。遠かったから目凝らしてみた。おお、そっか、ありがとう。でもねあなたの元に今月届きますから、うん、表紙良かったです。あら嬉しい。写真集は本当にねなんかカメラマンさんが私のことを撮って最終日になんかそんな器用じゃない方じゃないですかって話しかけてきて、そうでも本当にそうで AKB48 にいると結構年齢も上だし結構何でもできるっていうか、なんかやらせれたら何でもできるから自分は。でもそれはすごい努力してできるようになってるのに、そうそういうなんかちょ何でもちょろいとできるみたいなそう感じ思われてるけど、そうでなんか器用じゃないじゃないですかって、だからそういうのがみたいな、なんて言ってたかなちょっと忘れちゃったんですけど器用じゃないじゃないですかって、そういうのが写真でなんからしさが伝わるような写真がいっぱい撮れたんじゃないかなと思いますみたいな、うん、
言ってくれて、そう、あ、じゃあ今回の写真集はなんか良かったなみたいな、そう、撮れて良かったなって思いました、その時に。そう、人と話すのとかもなんか、まあ話せる、なんかまあ積極的にそんな話はしないし、そう、あんまなんですけど、そう、ちゃんとそういうのとかも分かってくれて、カメラマンさんがそれを理解した上で4日間撮影してくださったので、なんか本当に、あ、ちゃんと自分のことを分かってくれる人が撮ってくれた写真だって思ったら、なんか、あ、写真集楽しみだなって思えたし、あ、この4日間はなんかいい4日間になったなって撮影の時に思って、そう、だからぜひ楽しみにしていただきたいと思います。うん、そう、なんか決めって感じの写真集じゃなくて、本当なんかかっこいい自分を見せたいとか、かわいい自分を見せたいとか、なんかこんな自分を見せたいとかが ない、なんか性に対してなくて、なんか本当に本当の自分っていう感じの写真集になっています。そう、あの撮影、そう、打ち合わせの時もなんかそういう写真集として、なんかそういう写真集って感じの、なんかみんなが攻めたとか攻めたような感じとかを撮りたいわけじゃなくて、もう本当にありのままで卒業旅行してるみたいな感覚で、そう、なんかゆったりと過ごしてくれたらいいですって打ち合わせの時も言っていただけたので、そういう写真集になっております。うん、本当に無理することなく、嫌なことすることもなく、なんか嫌な思いっていうか、まあマネージャーさんとまあいろいろあったってか、なんかあったけど、それぐらいですかね。嫌だったの、嫌だったっていうか、なんか嫌だ、いや、なんかそれぐらいだった。そう、そう、から楽しみにしていてください。マネージャー何をしたんだろう、まあ後に語ります、マジで。とりあえず予約してます、ありがとう。4月25日にバースデーイベントの方もありますんで、もうね、本当にちょっと4月は本当にごめん、貯金を崩して本当にちょっと命がけでよろしくお願いします。すいません、私も命かけるんで、うん、よろしくお願いします。ふふ5月の生き方を教えてください。だって5月か、5月からはね、5月こそ私本当に多分消息不明、探さないでください状態だと思うので、うん、
生誕は歌う経緯だって、歌も歌いますし、いろんな企画とかやりたいです。神奈川を走り回って探すよ、だって怖怖すぎ赤レンガでやってよかったよ、だってね、嬉しい、赤レンガでできてよかった。生誕イベントの選考は明日までだって。あ、そうなの、知らなかった、教えてくれてありがとう、感謝です。赤レンガ倉庫初めて行ったけど景色良くて感動した。あ、そうだよ、今すごいお花も咲いてるからめっちゃ可愛い。横浜の夜雰囲気良すぎた。あ、そうなんです、横浜いいですよね、よ夜景めっちゃ綺麗だった、だって、おーよね、ありがとう、来てくれて、たくさんのとこから来てくれてなって思ったじゃあね、今日の配信はこれで終わりたいと思います。明日は、明日はあの10周年公演です、頑張りますはい、ということで、じゃあ最後におランキング読みたいと思います。いきます。13位ファデル、12位ファミン、ファニン、11位ショータとダイリシカカタン、10位アヤカン、9位ナオナオ、8位クルリン、7位クロワ、6位シロジー、あとオディエカミオシ、5位ワタアメ、4位キヨ、3位ホア、2位マカシアトダシ、そして1位はバディ、ありがとう、イエーイ、ということで、ありがとうね、また会いましょう、バイバイ。